こんにちは、成長痛ってありますよね、うん、確かに私はね身長が伸びた時に成長痛ってのはまああったかもしれないんだけど感じなかったですね、まあ、身長がガガガガッと伸びたんですけども特に身長が伸びて困ったなってことはなくってそれ以上にねあの体格ができていくと自分の体格をね結構試したくなって、まあ、無理なことをいっぱいしてみましたよね、うん、だから腕立て数が何回連続でできるかなとかね 逆立ち、首逆立ちがどのぐらいできるかなとか、懸垂どこまで持つかなとか、あの、ダッシュで走りまくったら、本当に心臓が破れるのかなって、心臓破りの差があってあるでしょ。だから目いっぱい走ってみて、本当に心臓が破れるかどうか試してみたんですけども、今で言ったらね、YouTube で撮影するところなんですけどね。でも結局、心臓が破れる前に、もうヘトヘトになって倒れ込んだみたいな、ね、心臓は結構タフだったってところがありますよね。であとはあれですよね、恋愛とかでも、なんか、 振られて落ち込んでもうねどこまで落ち込めるのかなと思ったらあんまり落ち込めなかったんですよ振られたらなんかねあの蹴りがついて次行こうって感じになるんですよねで振られるとなんでかなって考えるからじゃあそこを埋めるために他の人に行くみたいなねでそこで思ったんですよ A さん B さん C さんに振られて振られた原因を埋めたからといって D さんが同じ原因で私を振るとかどうかっていうの分かんないんでまあ新たなる挑戦だなと思いましたよね まあ例えばあの、まあ、顔が単純に嫌いなのか態度が悪いからダメなのか他に好きな人がいるのかってもうさまざまなわけですよですんでたどり着いた概念が,んんがあの100点満点でも不合格になるってことあるなって感じですよねなんかいい人っていうことってのは二十歳前後でたまに言われたことがあるんですけどもいい人なんだけどねとかね <laughs> 友達でいたいと思ってたんだけどねとかね なんかいい感じであのうまい断り方だなと思ってね俺も使おうみたいな感じだったんですけどねどちらかというとダメージ受けるというよりもあこれは感じいい断り方だなとかなんかお互いに気持ちのいい振られ方だなみたいなのあったりとかねうんあのありましたよねだからあれじゃないですか,なんかいろんな怪我をしながらなんか強化されていくところってあると思うんですよ筋トレでも筋肉痛になった後はあのは同じぐらいの筋,何筋トレでは筋肉痛にならなかったりとかね で今私ね五十肩ですごく痛むんですけどもそれ痛いんですよ本当に起きる時とかもこっちに肘ついて起きることができないんでむちゃくちゃ大変なんですよでもまあねあのいちいちそんなこと痛いとかんだとか言ってもしょうがないんで2ヶ月間大してねこう気に留めなかったんですけども痛いことは痛いんですよまあでも考えてみたらあこういうことなんだな50肩っていうのはなっていうふうに興味を持ったりとか まあ50十肩になって痛くてもね別に重いものが持てないわけでも何でもなくてその辺は根性でやりきったりとかあとは無理な運動をしてねこの人体を痛めたりとか切ったりした時にどうすればいいかなみたいな別の考えを及んだりとかなんかねその自分の体に心配事やストレスがかかるって悪いことばかりじゃなくてちゃんと反動としていいこともあるなと思うんですよねだからいいことがあった反動っていうのはいいことが終わった時に喪失感があるとかねあの頃は良かったっていう風なねなんかその気持ちになるとかねそんなところがあるんでしょうね だから全てなんかいいことも悪いこともまぜこぜで人生があるよってことなんですよ。うん、よいしょ行ってみようか。